い、ということで今回は則月倫太郎さんのキングを探せという作品を紹介していきたいと思います。まずこの本を手に取ったきっかけなんですけども、則月倫太郎さんってもともと京都大学の法学部を卒業された、まあ言ったらその文系の学部を卒業された方なんですけど、すごく数学の興味が強くて、結構いろんな小説に数学がテーマになったものが現れるんですね。で今回のこの作品は特に大学数学の群論ってやつがあるんですけど、群論が発想の元となって生まれた作品だっていうのを聞いてですね、興味を持って手に取ってみました。ではですね、この本のストーリーを話しましょう。皆さん交換殺人って知ってますかね。交換殺人っていうのは、その殺したい相手がいる、殺したい相手がいるっていう風な、その別の2人がですね、殺す相手をクロスさせるんですね。そうするとその被害者と加害者で直接関係がないので、まあ、捜査が難航するとというのが、まあ交換殺人というんですけど、今回はそれをですね4人で行おうとするんですね、その犯人側が。なので、行われるのは4重の交換殺人になります。かなり複雑ですよね。でこんな、まあすごく難しい事件に挑む探偵役となるのが、今回は2人います。則月圭司っていう、まあ、警察に勤めているお父さんと、その息子である推理小説家の倫太郎です。この2人がですね、この難しい事件の真相に迫っていくと。そして、いろいろとですね、まあ、頑張って最終的にそのこの交換殺人を行うときに、トランプを使ったんですね、この犯人側っていうのは。どうしてかというと、その4人で誰がそのどのタイミングでどの順番で人を殺すかっていうのを決めるために、まあ、公平にするためにトランプを使ったわけなんですけども、この2人がですね、まあ、最終的に分かったのが、その首謀者はキングのトランプを持っていると。なのでその首謀者を探せって意味でキングを探せっていうタイトルになってます。面白いですよね、その交換殺人とトランプが絡むようなお話と。で今回のどうしても伝えたい部分はこちらです。あのですね、この4重の交換殺人は聞いたらですね、その仕掛け自体はトリック自体はもう完璧なんですよ。もう難攻不落、もう解決するのこんなの真相に迫れんのって思うんですけども、やっぱりですね、その実際に事件を行うのが、まあ、生身の人間なわけですね。生身の人間だからこそですね、起こってしまうトラブルがたくさん起きるわけです。その小さなほころびを見逃さないのが、まあ、この探偵役の2人でですね、どん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 真相に迫っていくと。なのでそのトリック自体は結構無機質でね、もう怖いですけど、40交換殺人って無機質だけども、やっぱり犯人側も人間なのでトラブルが起きるわけですね。まあ、そういうリアルな面も書かれてます。そして最後にポイントをお話ししたいんですが、今回のこの作品ですね、かなりしっかりとその伏線がですね提示されています。なので自分でどんな話の、そのラストになるかっていうのを予測できる人もいるかもしれないんですけどもですね、かなりその巧妙に張り巡らされているので、これだけは言えます。もうですね、あなたは絶対にですねキングを探すことはできないと思います。はい、悔しかったらですね本を手に取ってみて読んでみてください。お疲れ様でした。